ロップ、もぐもぐします。もぐもぐ。しまし。よし。というわけで、モンブランをさっきお散歩して、帰りにコンビニに寄って帰ってきました。イタリア栗の濃厚モンブラン。278円。モンブランです。その前にみんな着替えたんだよ。着替えました。イエイ。どう？かわいい。かわいいって言えよ。よいしょ。まあそんな感じで。お、せいかさん、くまたわありがとうございます。よいしょ。クマタワーをくださった人の絵とか描いてたじゃないですか。それを今回から付箋に一人ずつ描いて壁に貼ることにしました。うえーい。スイカさん、ありがとう。第1号です、壁に貼られる人。じゃあもう初心に帰ってクマちゃんを描きましょう。よし。スイカさん、ありがとう。そしてこれをどっちに貼ろう。こう。よいしょ。あ、全然見えないわ。こう、ここ。そして、で続いては夏目さん。夏目さん、夏目さん、ありがとう。いつもありがとうです。そしてこれをこう壁に貼るスタイル、ありそうでなかった気がするんだけど、今までありましたかな。続いてお父さん、お父さん、ありがとう。よし、これもここ、ゆうたさんもありがとう。ゆうたさん、いや本当に最初からこうすればよかった。そしたら私の壁すごいことになってたと思う。ありがたいことに、本当に今からですが、すいません、書かせていただきます、貼らせていただきます。お願いします。よし、ゆうたさん、ありがとう。
そしてこれもこうや、よいしょ、やすさんありがとうございます。モンブラン、モンブラン、モンブラン食べたい。どでかくまちゃん、やすさんありがとうございます。これもこうや、はい、よし。ありがとう。いや、こちらこそみんなありがとう。いやね、初日からやっとけばよかったわ。ちょっと思いつかなくて、最初の方法は。というわけで、モンブランを食べていきたいと思います。ででん。まあ、コンビニのね、モンブランですが、コンビニが一番美味しいみたいなとこあるよね。よし、というわけで、いただきます。これ初めて食べる。何これ。モンブラン、モンブラン？モンブランプリンみたいな。いただきます。うん。うん。モンブラン。おいしい。え、おいしい。え？びっくり。うん、うん。うん。え、おいしいんだけど。感動。すっぴんのスクショ待ち受けにしていい？すっぴんでいいんだ。すっぴんで全然の私は構いませんけど、どうぞ。おいしい。どうぞ。パク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 。うん。うんふん。どこのモンブラン？コンビニセブンです。セブンで買ってきました。おいしいねー。うん、すごいおいしいんだけど、びっくりしてる。帰り見てみる。あ、ぜひぜひ。めっちゃ美味しいですよ。すごい、なんか久々にコンビニスイーツを食べたっていうのもあるけど、めちゃくちゃ美味しい。マリトッツォ食べ、マリトッツォね、すごい。まだマリトッツォデビューできてないんですよ。ね、マリトッツォ食べてみたいけど。ね、美味しいもん、半分食べちゃった。ディズニーの新キャラ。ね、ダッフィーの友達？亀増えたの知ってる？その前にダッフィーの友達で亀増えたの、名前はちょっと忘れちゃったんだけど、亀さんが増えまして、そう、え、なんで亀って思ったけど、急にツルツルじゃんと思って、みんなモフ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 できたのに、急にツルツルになって、あ、いいんだと思って、そう、急に海、海の生物みたいな、そう、可愛かったけど、
そう、でも今日あの狐のね子が新しく加わるらしくて、あの狐はモフモフなんで、モフモフにあの戻ったみたいですね。うん。ダッフィーフレンズ可愛いよね、マジで。私もセリーメイちゃんとジェラトーニくんがそこにいます。マリちゃんは水生動物大好きで、そうなんですよ。割と海の生き物の方が好きだ、好きだな。すごいなんか元気出るわこのモンブラン、美味しい。久々にカスタードとか、ま、なんか生クリームを摂取した。いい、カロリーすごそう。まあ、いっか。カチューシャしたき、ほんと？カチューシャかわいいよね。割とお気に入り。まだ学生だと思ってました。うわ、ほんとに？そうなん、でも去年まで学生だったよ。3月まで学生でした。初めて社会人になった。まあまあ、地雷した時のやつ違うよ。地雷の時はもうちょっとなんか紫とか入ってたよ。久々に生クリームに喉がびっくりしている。辛いの食べたくなってきた。辛いの。うん、1位です。今も。ありがとうございます。すごいなんか、あの定期的に表示出てくるよね。現在1位みたいな。そう、嬉しい。しかも、276万1831ポイント差を2位につけていただいて本当にありがとうございます。いいやば、明日が最終日なんて考えられない。あと1週間ぐらいありそうな気持ちだった。なんかもう明日最終日なんだ。いやーね、そっか。そうそうそう、いや本当に寝れないかもしれないね。いや寝れないかも、終わるまで。毎日たくさん見られて幸せ。でも本当になんかさ、もう優しいね。優しくてびっくりする。仕事中で支度支援できなくてすいません。全然全然、そのコメントで1ポイントになるから本当に、いやもう嬉しいんですよ。みんな優しいよ。なんかどうしよう。でも明日の企画を結構いろいろ考え、結構っていうか
割とやることは決まってきたので、とりあえず昨日も言った、メイドさんはやるんですけど、メイドさんやって、まあ、他にもいろいろちょっと、まあ、もぐもぐもあり、あとはちょっと ま考えたのもあります。1個、メイドさんみたい。そう、私もなんかみんなコスプレしてるから、私もなんかコスプレしたいと思って、そう、あの友達が結構コスプレイヤーで、結構っていうか割と撮影会とかにも行く子なんですけど、その子にメイド服あるって聞いたら、あ、全然あるよみたいな、なんならチャイナもあるよみたいな感じで、そう、なので私はメイドさんにしました。キョカタムがね、確かチャイナ着てたので、そう、ちょっとチャイナかぶりはよそうと思って、そう、服部はナースでしょ、そうそうそう、なのでメイドさんにしました。イエーイ、王道。弟がピアノ弾いてます聞こえるかな、本格的なやつ。いや、でもなんか普通にシンプルにメイドさん、なんかメイド喫茶みたいな感じではないけど、普通にメイドさんかな。バンに気をつけて。え、バンされるの、メイドさん。え、知らなかった。え、バンされないよね、バンされるの、怖い。あ、セクシーすぎるとね。あ、全然大丈夫大丈夫、ここまであるから布、そう、さっき見たけど、布ここまであるから大丈夫大丈夫、1ミリもここ出ないから大丈夫です。首の付け根ぐらいまである布が食べ終わってしまったようだ。いや、まだあるんですよ、ちょっと残ってる。ちょっと甘くて服部が昨日バンされてたね。え、それはちょっとやだ、面白くない、それはちょっと、マジか。まあ、セクシーすぎますもんね。確かにセクシーさ大事。布の服 5G 5G。 そう、なんかほんとめちゃくちゃシンプルですよ、全然めっちゃシンプルです。3週だよ、あ、ありがとうございます。いや、明日のスケジュールどうしようかなって感じなんですけど、8時までだからどうしようかな。7時、10時、12時、7時、10時、12時、3時、5時、6時、7時くらいかな。あ、6時21分、やばい。最近終わり時間をなんか計算できない。13位ヒカル 400X さん、12位 YSA73 さん、11位お金持ち先生さん、10位安兵衛さん、9位キッシーさん、8位プータローとどろきさん、7位ケイローさん、6位くまくまちゃんさん、5位お父さん、4位夏目さん、3位スイカさん、2位ゆうたさん、1位やすさんです。ありがとうございます。みんなの名前刻んだよ、私の壁に。ありがとう。セリちゃん推しの方がランク、壇上にいますね。セリちゃん、ありがとう。いつも仲良くしてくれてありがとう。というわけで、次の配信は7時3分 ?7 時3分ですね。7時3分にまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。
ちょっと水飲んで甘さを緩和したいと思います。バイバーイ。